皆さんこんにちは。引きこもりサーバーの時間です。本日は2023年2月の7日火曜日でございます。気温は9度、9度ですか。もうなんだかどんどん暖かくなってますよね。ということはですよ、もう次の季節がやってきちゃったっていうことで間違いなしと考えてよろしいのでございます。まあまあちょっとそこら辺まだまだわかりませんが、はい、本日も引きこもりスアワーはこのまま続けさせていただきたいと思います。どうか本日もよろしくお願いいたします。そしてピンクの剣覚えてますよ。ピンクの剣しっかりと覚えてます。しっかりと。そしてピンクを言わないようにしたいなと本日は思っておりますので、どうか言ってしまったならご指摘よろしくお願いいたします。じゃあ行きましょうかね。はい、僕の昨日のお夕飯に。それでは行きますよ。僕の昨日のお夕飯は、パーフェクトなカレーにお餅をイン、あとは生卵をインでございます。はい、もう超絶豪華にしちゃいました。実はパーフェクトなカレー、これはお昼に食べるよって僕言っていたじゃございませんか。でもちょっとお昼を抜いちゃいまして、じゃあこれお夕飯にしようということでお夕飯にした次第です。ですからお昼も抜いちゃいましたから、じゃあちょっと豪華にということで、お餅インあとは生卵インをして、もうあれですね、パーティー気分ですね。はい、もう豪華セレブ気分でそのパーフェクトガレーを食べた次第でございます。とっても美味しかったですよ。はい、もうなんでしょうね、例えるならですよ、高級レストランの生卵入りカレーみたいなところでしょうかね。そのままじゃんっていうような、高級店ってつけただけじゃんっていうようなご指摘があるかと思いますが、そこは僕の例えベタなところでして許してくださいませ。そんなわけでして、美味しく食べることは間違いなくできました。そして健康的な食事を取ることできました。では行きましょうか、お便りの方に。じゃあ行きますよ。じゃん、ペンネーム、サンピアさんよりいただきました。サンピアさん、お便りまたまたありがとね。本日はどんなお一言やらが気になりますですから。今日もちょっと声が出ないんです、すみません。はい、あはあ、なんか僕言いました、今言いましたよね。じゃあこれからスタートでいいですか。これから1週間スタートで、これから1週間スタートしますよ。ピンクの剣は今からスタートですとのことでして、よろしくお願いいたします。改めてスタート切りましたことをよろしくお願いいたします。もうあれですよ、今度こそ間違いなく、はい、言わないようにしたいと思います。ですのでどうか今からということでよろしくお願いいたします。じゃあ行きましょうか。何でしたっけ、僕何を謝ったんでしたっけ、そもそも何を謝ったんでした
そこから分からなくなっちゃいましたよ。じゃあまずはそのお一言を拝見してからにいたしましょう。じゃん。じゃあやっぱりそうなんですか。そうなんですね、サンピアさん、そうなんですよね。ということでして、多分もう、はい、冬の次の季節になっているであろうことだと思います。はい、今回の一言はそうですね、冬の次の季節が来たよというようなことでございますよ。はい、ちょうどその分け目の日をいうことでございます。分け目の日のそのお言葉でございます。そして語尾に僕がつくお言葉となっております。ですから次の季節が来た僕といったようなことでございますね。ですからやっぱり暖かくなっていたのでございますよ。その理由が分かりました。道理で暖かくなっているはずです。そしてですね、この暖かさやっぱりこのまま続くのでございますか、それともまだ2月じゃございませんか。2月っていうのはそこそこ寒さ厳しい月ですよね。ですからもう一寒さ、これが来るのでございます。そこもちょっと悩ましいですね。ただクマが最近写真を撮って見せてくれたのですけれども、もう桜が咲いているのでございますよ。とっても綺麗な桜が、まだまだこの先咲くのかなっていう感じはしますが、それでももうすごいかなりな咲き具合でございます。ですから早いなって感じますよ、季節が過ぎるのが。今年こそは僕頑張りますよ、とっても頑張りますとのことでして、はい、今年は頑張るぞという決意を新たに、今回のこのお一言も強い意志を持って言わせていただきます。じゃあ行きましょうか。そろそろ。そうなんですよ、そのあれですもうちょっと詳しく言いますと、その冬の次の季節が、はい、立つっていうことでございます。はい、もうここまで言っちゃったらもうお分かりになられましたよね。これで瓶をされませんようでしたら、ちょっとあれですよ、勘が鈍ったかなって考え直した方がいいと思いますよ。ちょっと勘を鍛え直した方がいいなとは思います。じゃあ行きますよ、サンピアさんの一言。それではサンピアさんよりの一言どうぞ。立春です。